ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルダー2アンコールやっていきましょう。はい、いや前回はなんかゲームオーバーになった夢を見てしまったんですが、いやようやく目が覚めました。はい、で夢と同じような、奇跡をたどってはきたんですけども、やっぱりみんなのいる場所とか結構ランダムがあるみたいで若干違うところはあります。はい、あの会話できたりできなかったり、あと大崎さんとデート場所がちょっと変わっちゃったりはしたんですけども、あと曲を聴かせる子たちとかその辺は全部合わせてるので、そんなには変わりはないとは思いますので、はい、頑張っていきましょう。うん、どうなので、女性理事長、理事長じゃないね、この女性の理事の方にコミスやる気あんのって言われて、あ、夢と同じですねっていうところまで来たんで、はい、これ選んだところが黄色くなるみたいですね。うん、で選んだことない選択肢が分かるってすごい親切設計ということが分かりました。うん、夢の中ではないと答えてしまいましたが、私はもちろん、まあやるからにはやってやりますよ、やってやんよ、はい、ある、よく言ってくれたわはい、そりゃみんなこんなに盛り上げてくれてるんですから、見せてちょうだい。おお、見せてやんよ。てかさっき引いたんですけど、え、この場で？それはいい考えだ。それはいいか。ああ、いいの。ぜひ聞かせてもらいたい。え、じゃあこの今レジェンドのみんなが集まってるから、レジェンドたちで曲弾けるんじゃないのこれ。私は一向に構いませんが。一向に構わん。あなたは？一向に構わん。私も異論はない。どうかね。どうかね、どうかねおい、お前さん大丈夫か。まあ大丈夫でしょ、さっきあんだけ大勢の前で弾いてきたんだからね。えこのパーティー会場で弾くなんて。弾いてみたらどうかな。あ師匠今日もかっこいいっすね、師匠。うん、君の演奏ならきっとみんなを納得させられる。え、もしくは師匠も一緒に弾きませんか。一緒に練習しましたよね、2回ぐらい。おお、大崎来てたのか。はい、来てましたよ。そりゃね、先生こそどちらにいらしたんですか。弟子のデビューみたいなもんだからね、今日は。もし不安なら俺が一緒に弾くよ。お、本当に本当にいいんすか。構いませんよね、キラさん。あ、これは嬉しい、師匠と一緒に弾けるなんて。歓迎するよ。うん、よろしく。よろしく。大崎君、やった。ありがとうございます。あ、理事長も笑顔じゃん。あ、やった、大崎君が私の就任式大崎くんも弾いてくれるよって内心喜んでるよ。うん、大崎忍か。そうだよ、ウィーンの国際コンクールで優勝したあの。そう、あの、まあ、そして私の師匠です、よろしく。それじゃあ始めようか。はい、大丈夫だよ、今は何も考えずに音楽を楽しむことだけ考えて。はい、あ、でも一つ心配なのが、これ僕のコンミスとしての力を見る演奏なのに全部忍さんに注目いっちゃうんじゃないですかねそれが一番心配だよ、師匠。あの、すいませんが今回はちょっと控えめにお願いします。はい、音楽の力を信じて。音楽の力を信じる。いきます、曲は優しき愛。あ、曲勝手に変えられちゃった。あれ、ディベルティメントじゃないの。完全に師匠のペースだけど、これ。え師匠と、あ、え、私美しい私美しいけど、これ完全に師匠がねえメインじゃない、これ。アップ出てるし、師匠の。あれ、あれいい演奏であったことは認めないわけにはいかない。まあそうだけど、師匠と一緒に弾いちゃったせいで全部持ってかれた感パない。うわー、みんなからブラボーされてる。演奏は素晴らしかったわ。はい、2人ともありがとう。はい、あの大崎くんと合わせてもさほど聞き劣りしない。あ、大したものだ。あ、ちゃんとそういう評価になってくれたんだ、よかったそうだよね、さすがに音楽業界の理事たちだもんね、ちゃんとそこは聞いてくれたか、よかった。やっぱり大崎くんは素晴らしいなとかで話題全部持ってかれそうだと思ったんだけど、いただけましたか。よかったよかった、ちゃんと仕事してたか。演奏自体は素晴らしく。演奏自体ってなんだよ
じゃあどこがダメなんだよ。しかし、うん、一般の演奏者とはコンミスでは求められている。ああ、まあそこね、なんか鈴木真希子さんとか、あともう一人名前忘れたけどなんかどっかの男の子も言ってたね、同じこと。月森の方が向いてるよみたいに言ってた、うん、生徒いたよね。私もそう思います。ほう、今度は実際の演奏会で彼女がコンミスにふさわしい。さっきやったんですけど、見せていただきたい。ついさっきやっていたんですけど、あなたたちがご飯に夢中になった時に、夢中だった時に、そうね、パーティーに夢中だった時に、とは言わないけれど、うん、せめてアンサンブルの演奏くらいは聞かせていただく。あ、さっきやったんですけど。おや、それでこれあれか、2曲目3曲目アンサンブル作れるようになってたのか。彼女は今日のパーティーで、そうそう、それまさしくアンサンブル演奏をしてくれた。さすがキラ理事長。あ、ちょっと僕の中でキラ理事長の好感度がグググイッと上がったよ。言いたいこと言ってくれた。どなたもお聞きになってはいないのですか。そうだよね、まあ、キラ理事長的には僕の就任式会いなかったよね君らみたいに言ってるんだよねこれ。まあ僕の就任式の時弾いてくれたんだけど、この人、この子って。いや、いや、それあいいね、聞いてる聞いてる、すごく聞いてる、ボディーブローえぐってる。いいんじゃありませんか。お、周囲に実力を疑われたままでは、これで結局毎週弾くことになるのか、アンサンブルを。客観的な判断をしてもらうには聞き手が多い方がいいでしょうし、演奏会を開くこと自体はいいことだと思います。まあまあな、実践経験を積むっていうのはいいことだと思うけどな。うん、そうだね、そうだね。君はどうかな。君はどうかな。でまたやらないって言ってゲームオーバーになるのやだしな。やるよ、やればいいんしろ、やれば、うん、決まりだな。はい、やります。演奏会を開くとしよう。まあでも、うん、なんか楽しいしこれ、うん、やります、やります。皆さんに聞いていただくには、そうですね、次回の理事会が開かれる。え、2月14日なの。2月14日ではバレンタインデーでいいの。いい案ですわ。ほ、それなら皆さん予定は空いている。え、バレンタインデーに皆さん予定空いてるんですか。君はどうかね。はい、その日程で構わない、ね、いや、バレンタインデーは誰かとデートしていたいんですが、困る。困る。こういう時と、こういう時こそオートセーブだ、クイックセーブだ。でもごねられんのこれ、困る。なんだ、予定でもあるのか。じゃ、バレンタインデーですよ、私乙女なんですが。ではいつがいい。あ、いいの、いいの。言っておくが、理事たちは皆多忙だ。いいんだ。全員の都合を合わせるのは大変だよ。市の音楽祭までにオケを仕上げるにはあまり待ってられないわ。あ、一応これは待ってくれるんだ。できないとは言わせない。はい、やりなさい。結局ダメなの。おお、怖いね、怖いね。おい、何だったんだ今の選択肢。2月14日の演奏会で評価 A 以上を獲得。まあいいっすよ、やってやりますよ、やってやんよ。はい、 OK です。では2月14日結局2月14日に押し切られた。会場は私が用意しましょう。実際にオケが行われる市民ホールを。市民ホールですね。ありがとうございます、わざわざ押さえてくれて。いいですな、市民ホールなら人も大勢入る。さっきも100何人入ってたんですけどね。客観的に判断する聞き手は多ければ多いほどいい。はい、失敗した時のリスクそれだけ高くなりますけど。よろしい。なんで君らはそうやって自分でハードル上げてくの。ご心配なく。ご心配なくだよ本当に。それでは私たちはこの辺で失礼します。どんどんあなたたちの立場が悪くなってるの、なんでわからないか。楽しみにはしているが、おう、まあ、代わりのコンミスなり、なんでだよ、コンマスなりを用意しておいた方がいいだろうね。なんでだよ、そんな負け惜しみっちゃって。ご忠告、どうも。どうも。さあ、では演奏会と市の音楽祭に向けて頑張ってくれたまえ。まあ、頑張るけどさ。自信を持ちなさい。あ、あなたは
オケの中で指揮者に継ぐ立場。コンミスなの。まあ、やっぱり今日の演奏で、うん、マリさんの中の評価はやっぱり上がったってことなのかな。うん、私の課題をクリアすれば、はいはいはい、あなたがコンミスを務めるオケは必ず成功するわ。やったぜ。信じてついてきなさい。オーケー。僕は師匠についていくけどね。俺も応援してるよ。うん、ありがとうございます。師匠、はい、一生ついていきます。オス。大丈夫。うん、音楽を楽しむことのできる人は、はい、誰より強いって俺は信じてるよ。まあ、あなたはそれで優勝したからね。うん。実践してるからね。うん、信じます。師匠、お前さんも次から次へとよく巻き込まれるな。本当だよな。ま、頑張るよ。おう、お前さんには味方がたくさんいるってこと忘れるな。あなたも含めてね、頼りにしてますよ先生。いやー、濃い一日だった。一回夢見たしな、悪夢を。またコンサートだね。お、なんか師匠グイグイ来るね。まあ、グイグイ言ってんの僕かもしれないけど。何事のように聞こえるかもしれないけど、うん、俺は正直楽しみだよ。ああ、嬉しいです。だってもう一度君の演奏を聴けるんだからね。うわー、嬉しいです。君の演奏はみんなを楽しませたいって思いにあふれてる。おおお、とても素敵な演奏だよ。やっほい。だから胸を張って。はい。いやー、一番嬉しいセリフなんじゃない、言葉なんじゃないかな、音楽家にとって。うん、俺も他のみんなも君を応援してる。はい。だからどうか頑張って。はい、ありがとうございます。それじゃあおやすみ。はい、送ってくよ師匠、送ってくよ。あ、どうしよう。師匠には君の音楽が好きって言われて、カジ君からは月曜日に君と会うのがいい、楽しみって言われて、新着メールがあります。はい、応援しよう。師匠。師匠のフォローが手厚い。いや、いや、もう家に帰ってくつろいでる頃かな。きっとクタクタだよね、コンサートの後にパーティーで。でも大変な時ほど思い出してね、音楽を好きだって気持ち。俺はね、どんな時でも演奏するのは楽しいんだ。素直な気持ちで演奏すれば音は一番輝くから。今日の君の演奏もとても良かったよ。君らしい素敵な演奏だった。それじゃ今日は本当にお疲れ様。これからも頑張ってね。追伸。君と俺とでデュオができるなんて思わなかったよ。いや、こちらこそですよ。本当だよ、こっちこそだよ。でも機会があればまた君と演奏したいな。とても楽しかった。お、じゃあ2人で CD 出しますか師匠。それじゃあまた、大崎忍。うわー、かっけー。するする変身する、秒で変身する。大崎、はい、親密度アップ。いやー、もう師匠として完璧な人だよな。ねえ、もう完璧すぎるわ。どうしよう、今どんな感じ。月森くんが評価110。おお、110。なんだろう、今日の演奏でもう上がったってことかな。あー、やっぱそうだよね。カジくん50か。あー、あれでも冬美ちゃん50かな。あー、でももともと0だったんだっけ。で、今日の演奏会いた人たちはだいたい50上がってるってことかな。あもちゃん8。アモンさん、あんなに仲良くしといて親密度8っていうのもどうなの、どうなの。はあ、評価も上がったし頑張っていこう。さて明日はどうしようかな、何の目的。あ、そうだそうだ、カジ君を、カジ君に、カジ君を追っかけようということにしてたら始まっちゃったんだよね。うん、じゃあ精霊の曲の熟練度上げるか。よし、じゃあ頑張っていきましょう。寝るぞ、もう寝るぞ。いやー、で2月14日まで、でも結構日付あるな。おはよう。あー、おはようございます。あれ、今日は車で送ってくれなかったんですか。あの乱暴な運転好きだったんだけどな。で、
またここか。またここか。休み時間に呼び出して申し訳ないわね。ああ、鈴木さんなのに渋い声で呼んじゃった。休み時間に呼び出して申し訳ないわね。早速だが、次のアンサンブルコンサートの要項が決まった。え、何？目を通しておいてくれたまえ。ほう、320人以上。難度が19以上。あれ？あ、じゃあ、ダメだな。なんか低いもんな。19もなかったな、確かに。え、しかも3曲弾くの。おい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 。ちょっと待って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 。あ、え、演奏曲数が3曲で？で、その中で難度が19以上の曲を1曲演奏すればいいっていうことかな、これは。うん。多分そうだよね。3曲とも19じゃなくていいんだよね。じゃ、1曲はディベルティメントでいいんだよね。私じゃなくてあなたがよ。コンサートの準備はもちろんのこと、オーケストラの準備も並行してやってもらわなきゃならないか。そうだよ、あの一高校生だっていうこと忘れないでね。一応学業もしてるんだよね、この子は。弱音は吐いてる暇もないはずよ。きっちりこなしてちょうだい。それじゃ戻っていいわよ、お疲れ様。いや、これこなせたら、ま、ほんとこの子はきっと大物になるよ。うん。で、リリさんですか、またリリさんですか。おお、徳川リオロ、次のコンサートの詳細が決まったのか、楽しみなことだな。オケの準備もあって大変だろうが、お前ならできると信じているぞ。きっと続きマリもそう言ったあんたに違いないのだ。なに、妙にマリさんのフォローするね、君も。我が輩応援してるぞ、頑張れ徳川リオロ、イエーだと思って応援してるならもう少しアイテム安く売ってくれませんかね。うん。で、一応コートに、あ、昼休みはまだあれだよね、仲良くなるだけのとこだからコート行こうか。やあ徳川さん、今からお昼僕も一緒に食べていい？この前のパーティーで僕は確信したよ。ほう、なんでしょう。君の演奏はやっぱり素敵だ。天使の鳴らす鐘のように清らかに輝く音色がする。すいません、褒めすぎでは。いやー、そんな歯の浮いたようなセリフをさらっと言えるカジ君すげーな。すごいこと言ってるよ。天使の鳴らす鐘のように清らかに輝く音色ですか。だけど僕は知ってるんだ、君はオケもコミスも初めてで一生懸命やってるけど、やっぱり少し不安を抱えている。そんな普通の女の子なんて、まあな。一人で14人集めて、なんだ、毎週いろんなことをやらされて、で、完成させろって言われて、そりゃあ不安になるわ。うん。やっと気づいてくれたんか。ありがたいよ。誰も気づいてくれなかったよ。だから僕は君を支えたい。心からそう思うんだよ。お、仲間になりますか？ね、徳川さん、何度だって言うよ。どんな時でも僕は君を助けたいと願っている。大事なことだから2回言った。どうかそれだけは覚えていてね。ほう、さあ行こう、昼休みが終わってしまう。イケメンすぎる。カジヤ、おい、リリの店に新しい楽譜、あ、これあれかな、難易度高い楽譜かな。そして光ってるぞ。でも楽譜買いに行きたいから正門前に行くしかないんだよな、これ。うん、2人光ってるけど、今回は、うん、月森くんとこ行ってみるか。とりあえず楽譜を買わないとな、レベル19以上の。お、なんかまた噂話してる。アリサ、若なアリサ。あ、ねえ、見て見て、あの子ほら、コンミスの。はい、私はコンミスの、やー我こそ。コンミスの、はい、徳川である、ヒロミ。あ、聞いた聞いた、いきなりコミスに指名されて、しかも引き受けたんだって。ずずしにもほど。お前ら、おい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 、ちょっとアリサとヒロミも仲間にしないとダメだな。そうだよね、こういうことは音楽家に任せておけばいいのに。ああ、君ら普通科か、じゃあ仲間にできないな。全くだわ、あの子よりふさわしい人はたくさんいる。例えば月森くんか。月森くんもモテモテだな。おい、男の子にもモテてたし、ハート出してる。うんうん、月森くんとか。
留学前に一目コマ姿を見たかった。ああそっか、そういうのもあるな確かに。あごめん、君らの気持ちわかるわちょっとそっか、いなくなってしまうんだもんな、すまんな。あそっか、月森くん留学しちゃうんだよね。ああ、いやなんか、うん、ほんとすまんそれは謝る。ま、普通科さんはせいぜい恥をかいたらいいんじゃない。身の程知らずって気の毒だわ。どうしますか。いやー反論できないあごめん、あの普通科としだけど精一杯頑張らせてもらうよ、うん、あ走って逃げようとしたら月森くん来た。失礼。君か、すまない前をよく見ていなかった。え、月森くん、あの、これは、聞かれた？月森くんにも聞かれたってこと？それじゃあちょっと聞いてくださいよ、アリサとヒロミがさ聞いてくださいよ。毒は何かあったのか。少し顔色が悪いようだが、どう答えますか。事情を説明する。なんでもない。うん、なんでもないよ、なんでもないです。そうは見えないが、さあ一回止められたら話してもいいかな。実はうん、さすがにここでまで話さないとちょっと険悪になっちゃうかもしれないからな。話すか、正直に。さっきの生徒たちがそんなことを。そっか、事情分かった。話してくれてありがとう。ああ、分かった、よかった、よかった。相手にしないことだ。時間を無駄にするだけだ。はい、頑張ります。俺も昔からそうしてきた。それじゃ。でも確かに、月森くんが留学する前に、僕もコンマス見たかったよ。それだけは本当だよ。あ、出ちゃった。なんで出ちゃう入り口が近くにありすぎるんだよ。このエグジットがすごい目立たないようにあるの。もう、で、楽譜。そう、楽譜。もう BP はめっちゃあるからね。さあ、何が欲しいのだ？ちょっと値引いてくれませんかね。難易度19。ああ、これ、ああ、これだ。あ、ちょうど精霊だからいっか。うん、じゃあこの曲練習するか。この間1個買ったけどな。精霊買っちゃったけどな。うん。あ、買ってないっけ？あ、買い忘れてたっけ？そういえば夢で買ったんだ。あ、そうだ、夢の中で買ったけど。あれ違うな。買ったのは200のやつだな。確か持ってるぞ、1曲。白鳥の湖だかなんだか。まあいいか、これ買おうか。中央アジアの草原にて。どんなん？AP ボロディン？いや、聞いたことないな。ロシア皇帝アレクサンドル2世の即位25周年の祝賀行事のために作曲した交響曲、交響詩。中央アジアを旅する大将を描いており、ロシアと東洋の交流が2つの主題で表現されている。ほうほう。ボロディン。うん、なんか視聴しても静かな曲ですね。おお、あ、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあこれを買えばいいわけです。オッケー。でどうしよう。プレゼント1個ぐらい買っとくか。箸置き、靴紐、缶切り喜ぶ？パソコンマウス、あ、ダメだ。誰に何をあげたら喜んでくれるのかさっぱりわからない。さっぱりわからない。で新曲を練習するから。習熟度が上がる、これ買っといた方がいいんじゃないか。習熟度が上がるやつ、これかな。うん、メトロノーム、アナログメトロノーム。同じのが2つあるってこと、これ。まあ2つ買っとくか。よし、あとは技術経験が上がる、アンサンブルの完成度が 1.5 倍上昇する。あー、じゃあこの辺も買っとくか。でアンサンブルやるときはこれ使えばいいんだもんね、うん、アンサンブル練習で完成度が2倍。お、じゃあこれも1個買っとこう。よし、また食うのだ。 OK、 サンキュー。よし、じゃあ精霊の曲をメンバーを揃えなきゃいけないんだよね。アンサンブル、うん、あー、そうだよね、やっぱ買ってあるよね。で新規アンサンブルでレベル19を、うん、
技術レベルが足りないためこの曲でアンサンブルを作れません。あーなるほど、難易度19ってことは技術レベルも19にしなきゃいけないってことか。あ、じゃあ白鳥の湖をちょっと練習して、そうだね、白鳥の湖をでアンサンブル練習してその曲を完成させつつ19にするっていうことか。あー難易度高えなこのゲーム。じゃあちょっと早速さっきのメトロノームを使って練習するか。そうだよね、よし、まずは一人練習で、はい、まあ、白鳥の湖の習熟度を上げるで、メトロノームを使えば 1.5 倍、 26 OK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 、 はい。知ってる曲だとなんかこうこのヤバさがわかるな、このまだ練習したての、はい、感じの。はあ、まあでもいいねいいね、これをもう一回一人練習、一人練習、そうだよね、なるべく少ない回数で済ましたいからやっぱりアイテム使うのいいよね。 1.5 倍、 OK。やっぱね、こう人に見られないとこ、見られてないところで、うん、黙々とこうやっぱりコツコツと練習するっていうのも大事ですから、うん、はいはいはい。でももう一回やっちゃうか、もうアイテムないけど、まずは練習が大事大事です。はい、まだ変な音だね、うん、OK、よし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 。で、明日からはアンサンブルでいけるかな、白鳥の湖。みんなのレベルってのはどうなの、あー、みんなもやっぱりコツコツ練習してる感じになってるんだ。あ、いいねいいね、ゆのきくんも、うん、やっぱり練習してる。うん、いいですねいいですね。なるほどね。こっちの習熟度僕82のままなんだよな。でもこれはもういじんなくていいんだよね。うん。多分こっちを頑張っていきましょうということで、はい、で今日は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。いやー、このゲーム楽しいぜ。